星野さんがお前もうええわクビだ、うん、はい、キャンプ初日で、うん、あ、ダメだと思ったね。なかなかこのお二人のキャッチボールってここでしか見られないんじゃないですか、うん、おはようございます。今回はパンチ佐藤さんと山崎武さんをお迎えし、プロ野球選手としてのお互いの評価、印象について語っていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしく。まあ、早速お話をお伺いしたいんですけれども、今回はこのベースランド木場という室内練習場に来ております、うん、お二人にもグローブを持ってきていただいておりますので、はい、ちょっとキャッチボールをしながらお話をお聞かせ願えればと思いますので、はい、お願いします、はい。パンチさんはもう10、うん、ゴールデンゴールズできてすぐの時に一度あのゴールデンゴールズに入っていただいて、そう、金ちゃん、金ちゃんから金ちゃんの時にあの社会人野球を盛り上げようということで、パンチ君頼むよって言われたわけで、あ、金ちゃん僕はもう体ができてないからでもやろうよって言うから体作ったのよ、うんうん、そしたらやっぱりコーチでと言われちゃった。いやいや、それじゃあそれじゃあちょっとということでちょっとね大変申し訳ございませんでした。いやでもその時にもなんかすごく熱く、うん、もう全力プレーを私たちに見せてくださって、すごい、はい、いろんな経験を得たものが選手たちもたくさんありまして、ありがとうございます。プラス先日、はい、うちの、 あの旦那のラーメン屋さんにこう取材に来ていただきまして、うん、その説は大変お世話になりました、うん、美味しいラーメンでした。あの、はい、夫婦ともどもお世話になりまして、うん、ありがとうございます。ベースボールマガジンのさ、パンチ佐藤の男の背中って言って、野球を引退して野球以外で頑張ってる人、はいはいはい、だからあのレポートできないんだけど、ええ、ちょっと彼のね、はい、ラーメン屋さんで頑張っててさ、ニンニクバッチリのこんな極太麺だったね、はい、うまかったね。いやもう本当に喜んでおりました、ありがとうございます、うん、プロ野球選手好みのラーメンだね。そうです ね結構ボリューミー、ニンニク入ってね、はい、でさ、彼は頭がいいからさ通販なんてやるんだよ、ラーメンの。でも今こんな時代だからこそガンガン儲かっちゃってんの。儲かってはないんですよ、頭いいんだよな、うん、いやもう本当にでも通販があって、うん、我が家の家計は助かっておりますので、本当に、はい、うん、で山崎さんは、はい、10年ぐらい前に、うん、あの一度スカパーのアワードかなんかで一緒に、はい、あのレッドカーペットを、そうだ、ね、歩かせていただいて、はい、ドレスアップさせていただいてというのが、う、ね、はい、始めましてで、本当にドレスで綺麗な姿を見せてもらってまあそこから何回もね、そうですね、いろんなところでお会いして、はい、いつもあの遠越しだけど挨拶しに来てくれてるのを覚えております。 ありがとうございます、はい、あと実はあの、はい、うちの主人がですね、旦那がですね、はいはいはい、それこそ10年ぐらい前に、うん、山崎さん相手に俺投げたことあるんだって昨日急に言い出しまして、うん、それ結果聞いてた、わかんない、あの YouTube に載ってて見ちゃいました。あ、本当、はい、何だった。セカンドゴロでした。 やられたのか。そうか。いやでもすごい、明日ご一緒させてもらうんだよって、って言って興奮しておりました。いやもうね、やっぱりプロ野球界、こう卒業してもずっと先輩は先輩、はい、後輩は後輩なんでね、はい、また何かの機会があればぜひちょっとラーメン食べたいな。わあ、もう大変喜びます、うん、ぜひよろしく言っておいてください。 ありがとうございます。このキャッチボールを間近で見られるってちょっと特権です、私の。一人興奮しちゃってますけれども。もう年取って肩上がんないよ、もう。いや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 、だって、うん、ねえ、なかなかこのお二人のキャッチボールってここでしか見られないんじゃないですか、うん、逆に。そんな、そんな、そんなもんでもないよ。いや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 、ああ、これこれちゃう。ああ、肩痛い。うん、やっぱり最近はもう投げられてないですか。ねえ、なかなかやっぱりもうこう野球するっていうのもなくなってきちゃったんで、うん、はい、一番こう投げるってことが難しいかな、あの打つことよりも。結構あの打つ方ではいろんなテレビでなんかアイスの棒とかを重ねてバッティングとか、うんうん、年々ちょっとね結果が出なくなってきた。いろいろ拝見させていただいてるんですけども、そう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 、お互いあの現役の頃は、はい、そのキャッチボールっていうのは、いや、あのね、僕も2軍が多かったんで、はい、オリックスの2軍とドラゴンズの2軍で名古屋球場や阿久比球場で、あ、こう見てたって感じ。あ、うんうん、そうなんですね、うん、その時っていうのはこうキャッチボール決まった相手っていうのはいたんですか、うん、いや、いや、まあ、2軍の時はもうそんなないですよね。あ、そうなんですね。1軍だと大体あるけどね、うん、1軍は大体パートナーでお前やろうぜってあるんですけど、ほんでさ、ドラゴンズでさ、
こうやってさ、はい、練習じゃ飛ばすんだよ、はい、でも試合になると打てなくなっちゃってさ、あいつすげえなーっていうのが第一印象。あ、そうだったんですね、うん、そう。え、逆に山崎さんはパンチさんをどのような印象を持たれてましたか？いや、やっぱりね、パンチさんはそのドラフトのさ、あのイメージがすごい強かったの、はい、でプロにこういう人が入ってくるんだって言って、まあ、やっぱりこうどんな人やろうかなって言ってね、2軍戦でね、ウエスタンで一緒に当たってたんで、はい、でもやっぱりその社会人から来てるから、はい、やっぱり僕らよりも少しこう上のレベルでね、はい、あ、まあ一軍上がっていくんかなっていうふうに思ってて、うん、で昔ああいう野球選手っていなかったのよ寡黙で物言わずに、はい、っていうけど面白おかしくやってくれたっていうのは、はい、ちょっとプロ野球に新しい風を入れてくれた人がパンチさんじゃないかな。はい、私もちょっと正直あのパンチさん あの現役の頃っていうのは、うん、っていうよりもこうチンプレー、コープレーですごくみんなを楽しませてたパンチさんって、ヒーローインタビューが楽しかったりとかっていう印象がすごくあるので、うんうん、いや、あれはね、お金のことになっちゃうけどね、うんうん、昔は、はい、テレビ局がインタビューすると、はい、1万円もらえたんだ。そうそうなんですか？取っ払いで目の前に1万円くれたんですよ。え、現金でこうやってくれてたの？だから日本テレビ、はい、TBS、はい、フジテレビ、はい、テレビ朝日、はい、テレビ東京、はい、NHK、はい、この6社がさ、はい、キャンプの度に試合を、あ、練習終わったら6社来るわけ、はい、毎日6万円入ってくるんだよ。すごい。だからちゃんとほら話してあげなきゃいけないじゃん、はいはい、1万円分喋らなきゃいけないじゃない、はい、だからそれが面白かったんじゃない。へー、うん、そんな時代だったんですね。ところが、うん、J リーグが発足して、はい、川淵キャプテンが、はい、J リーガーはお金を取らない、はい、だからバンバン取材してくれって言ったら、うん、わーってあっち行っちゃったわけ、うん、それで野球、あ、じゃあうちもいらないってこうなっちゃってさ、はい、いい時代だったね。そうですね、うん、だけどやっぱりね、どうしても今の時代ってね、こうファンサービスってあるじゃない、はい、それの先駆けがまあパンチさんだったね。あ、うん、別にそんなこと喋らなくてもいい、はい、ただ結果、俺のホームラン見てくれよと、はい、俺の三振見てくれよっていう感覚だったので、ね、昔の人は、はい、だからもうなんていうかコメントされてもいや知らねえよって言ってたのが僕たちの時代、うん、はい、え、逆にパンチさんはそのファンサービスっていうものは結構意識してやられてたんですか？うんうん、そうね、というかね、ファンサービスっていう前に昔のプロ野球選手ってさ、お相撲さんもそうだけどさ、はい、インタビューしてももそもそって終わっちゃうじゃない、はい、で小学校や中学校の時にさ、プロ野球ニュースかなんか見てるとさ、キャンプでさ、ピッチャーが、はい、第一クールではキャッチャーを立たせて、うん、第二クールでもキャッチャーを立たせて、第三クールからキャッチャーを座らせようかなって意味わからないじゃない、はいはい、なんでピッチャーがキャッチャー座らせないんだよ、はい、だからそういう詳しくね、うんうん、言ってほしいなっていうのがあったから、うん、自分がプロ野球選手になったら、はい、こう分かりやすく喋ってやろうと思ってさ、うん、それがね、はい、おしゃべり過ぎちゃったのかな、うん、過ぎちゃったんですかね、うん、なんか私たちはすごい楽しませてもらったっていう印象がすごいあるんですけれど、うんうんうん、ありがとうございます、うん、ちょっとお互い その第一印象の話が来ましたけれども、うん、ちょっと選手としての印象とかをお聞きしたいんですけど、うんうん、だからバッティング練習は打つんだけど、はい、試合では三振ばっかりしてんの、はい、でところがもう引退した後だよ、はい、年を取れば取るほどなんていうかな、飛ばすようになってさ、うんうん、あれは何だったのかなって見てたんだね。あの時こんな力があって若い時に打てなくて、年取れば取るほど打つんだよ、だから不思議だなと思って見てた。それっていうのは何か秘密があったんですか？まあ、秘密というか、まあ、パンチさんと一緒に2軍でやってた時はちょうど僕キャッチャーやってたんですよ、はい、でキャッチャーやってて、昔のそれこそ昔の話するとキャッチャーのポジションってもうずっと受けとか、はい、ゴロの捕球とかやってバッティング選手させてもらえなかったんですよ、はい、でそれが自分の中でなんで俺はバッティング練習させてくれないんだと、うん、っていうねことをもうそれで自問自答してて毎日それで終わってたの、うん、
でもうこっちもままならない、キャッチャー中村武さんっていうね、はい、一軍のバリバリがいた。あ、この人超えられないのかな、どうしようかな、だけど俺自分でバッティング練習やれば超えられるんじゃないかなって、うん、そういうことをずっと7年続けてた。え、7年もその状態で。7年、である時に一つ出来事があって、広島戦で当時正田さんとヤクルトでルーキーだった友町野さんが盗塁を争いしてたんです、はい、行った時に僕広島市民教授スタメンでキャッチャーだったんです、はい、で行ったら僕正田さんに5盗塁さ4盗塁されたんです、はい、不名誉な記録作った時にすごい叩かれたんですよ、はい、だけどその時に僕何が思ったかって言ったら、やっとこれでキャッチャークビになれるって思ったの。あ、なるほど。これだともうやっとお前はもうキャッチャーできないって楽に抑えると思って、はい、自分で内心嬉しかったの。ということはキャッチャーを辞めたかったんですか。もうずーっと辞めたかった。へー、やりたくない。とにかくこっちで行きたいって。一つのポジションだからね、はい、内野や外野だったらライトかレフト行けばあるけど、そうです、ね、キャッチャーはキャッチャーだから。そうなんですよ。それで、あ、クビになるわと思ったら、なんとあの時も当時星野監督なんだけど、お前キャッチャーまだやれって言われて、はい、でそこからまた7年目からまたキャッチャーですよ、うん、2軍で。でもうそこから結果全く出なくなった年に、うん、星野さんがお前もう A はクビだって、はい、お前もう外野行けと、はい、お前この外野の後はどこか分かってんな、スタンドだぞって、これだぞって、だから最後のチャンスあるから外野行けって言って、それで外野行かせてもらったんです。へえ、なんかちょっと、うん、なんかあれじゃないですか、キャッチャーやめたいと思ってたけど、いざそう言われるとなんかちょっと星野さんの言い方が怖いというか。いやいや、もうあの昔はね、パルさんもはっきりしてたから、うん、お前これがなかったらもうアウトだぞ、終わりだぞ、はい、そんな優しい言葉なんかなかった。じゃあ逆にその時はホッとしたんですか。いや、やったろうわと思ったんです、うん、よし、これで自分でもう結果出せなかったらもう野球やめればいいし、もう腹くくった、はい、で、じゃあそこから外野に行って、うん、バッティング練習も、あ、もう普通にバッティング練習やらせてもらって、うん、はい、あ、まあ9年目かな、9年目にやっと試合半分出れたかな、はい、でそこでホームラン16本出たかな、一軍で、はい、なるほどね。で10年目に、まあ、ホームラン王になったんだけども、まあ、あの10年目はちょっとできすぎだったけど、うん、十分でもあんなできると思わなかったから。そのさ、7年さ腐らずにやれたのは なんで、まあ、それはやっぱりこれがさせてもらえなかったんで、うん、これで勝負したら俺は絶対に結果出すって自分で何の根拠もなかったんですけど、なるほどね、そう思ってやってたんですよ。なるほどなるほど。パンチさんから見て の、うん、その山崎さんっていうのは、うん、まあ、もちろんバッティングもそうだと思うんですけど、うん、その中でも特にどこが優れていたと思いますか。飛ばす力。飛ばす力、うん、もうピンポン玉みたいにパーンと、うん、チャーンってさ、はい、45度にパーンといく練習ではね、その飛ばすのっていうのはやっぱり天性のもんだからさ、うん、あいつすげえんだけどなーっていう風に見てたね、うんうん、昔からその飛ばす力っていうのはご自身でもこうちょっと自信があったりとかしたんですか。それだけね、うん、打つっていうことは今パンチさん言ったように、じゃあヒットを何本も打てって言ったら打ってなかった。だから元を返せば小学校からもそんなにすごいバッターじゃなくて、はい、少年野球も普通の少年野球チーム、中学校も、ね、中学校の野球のチームでね、その地方の軍の大会1回戦負け、ホームランも0本、うん、だから当たれば飛ぶけど当たんないんだもん。だからもうちょっと目が出始めたのはやっぱり高校行ってから。それ絶対多分今の少年少女たちも、うん、当たれば飛ぶのになって言われてる子供たちすごいたくさんいると思うんですけど、うん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 、その今の山崎さんの経験っていうのは多分そのなんでそれが当たるようになったのか、当てられるようになったのかって多分みんな聞きたいと思うんですけど、まああの頃はさ、それは正直言ってね、どうや何をしたから当たるようになったっていうのはないんだけど、まあ正直言って自分のポテンシャルだけでやってた。だってで今なんかさ、子供たち YouTube 見てるからさ、うん、はい、何回もその好きな選手の映像が見える、うん、はい、我々のことはないからさ、そうですね、テレビで見たのをさなんかイメージしてやるぐらいなもんだもんね、うん、でもあの
決定的に今の人と違うのは、はい、絶対に人に負けないと、うん、で、まあ、あの汚い言い方したら、いや相手 の、 あの、ね、弱いところをついてでも勝ってやるって、そういうふうに思ってやってたから、うん、それがやっぱり高校時代から芽生え始めて、とにかく全ては結果、うん、っていう部分でもうやっぱり強い気持ち持ってやってたね。ということは、なんかこうハングリー精神というか、はいはい、うん、相手に負けないっていう気持ちっていうのはやっぱり当時めちゃくちゃお持ちになられて、小さい時からそれだけはもう何のスポーツやにも絶対負けないと。で、野球部だけど水泳大会行っても水泳部には絶対負けねえぞって、はい、泳いで勝ったりとか、まあ、中学校の時野球部ダメだったから相撲やってみろって言ったら愛知県で優勝したりとか、そうですよね、はい、そういうのはあったね、あ何やるにもやっぱこの何クソっていう気持ちは大事なんですね。いや最後はそこなの、うん、だからあの今の時代はあの根性とか気合とか、はい、そういう例えば義理と人情とか、はい、そういうのって嫌うんだけど、はい、いい意味で使ってほしいのよ、ね、逆にこう山崎さんから見てのパンチさんの選手としての印象っていうのはどんな感じでしたか、うんうん、まあね、正直言って僕はパンチさんがね、あのドラフトで入ってきて、まあ、一軍でも行って活躍してヒーローインタビュー行ってどんなこと言う人なのかなって、まずそこ、はい、野球よりもどういうエンターテイナーをするんだなっていうことをすごく思った。であとやっぱりバッティングに関してはやっぱりさっき言ったように社会人から来てるのでもう完成されてた、はい、あこの人このポテンシャルで一軍でやっていくんだなっていうことは思ったけども、でもパンチさんの一番のこの野球でついてなかったのはあの時代のオリックスの外野陣がちょっとすごすぎた、これでパンチさんの寿命が縮まっちゃったね。いや、うん、よく言ってくれた、うん、もうキャンプ初日で、うん、あダメだと思ったね、だってね12球団1だもん。そう、はい、もう本当にこのラブラドールがフリスビー取るみたいなもんでシャーってなるとシャーパコッ、もう、うん、あれはね無理だね。じゃあ逆にオリックスじゃなくって違う球団だったら、うん、いやそれはチャンスだって、野球選手なんてドラフト1位で入ってくるっていうことは、はい、やっぱりね必ずいいんですよ、はい、でチャンスもらえないか怪我するかそれは芽が出ないかはあるんだけど、はい、でもチャンスっていうか1軍ドラフト1位で入ったら活躍する可能性って非常に高いんです。うん、でそこでやっぱりあの外野陣でしょ、これも笑い話だけど僕ら中日とオリックスで戦うとき交流戦なかったらいつもオープン戦で当たるんですよ、はい、で96年だな、僕がホームランを取った年に中日の外野陣が、はい、僕でしょ、僕が、はい、あとレフト大砲、はい、センターパウエル、はい、ライト僕だったんですよ、はい、でそのね大砲さんホームラン38発、はい、パウエル首位打者、はい、僕ホームラン王ですよ、はい、最強の外野陣だって自分たちで知ってたんですよ、はい、でオリックスはイチロー田口元西さんだったんです、はい、オープン戦行った時にシートノックやってたら星野監督がって怒り出して、はい、何怒っとんだって、おいっつって武志って見てみろって、お前らの外野お前小学生かかっつって言われて、何にもやってないんで、なんで俺ら怒られるんシートノック見て怒られるんですよ、そのぐらいオリックスの外野陣 の、 そのディフェンス能力が高い、うん、そうか、うん、俺らの方が打ってんじゃんみたいな感じで言って もう全然星野さん怒っちゃう、守備はね、はい、うん、そうか、それぐらいその当時のオリックスの外野陣っていうのは、うんうんうん、でもズバ抜けて12球団1と言っても、あ12球団 1、うん、1、 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 1、
て、まあ、僕ら気の毒だなとは正直って思った。あ、そうか。だから1年目ブーマーが怪我して、はい、そこにファーストで入れたから、はい、1年目は良かったんだよ、うん、だからなんとかやれるかなと思ったんだけど、やっぱ守備がダメだったね。そうなん、やっぱ厳しい世界なんですね、うん、本当に。あの、運不運ってやっぱりあるんですよ、うん、巡り合わせっていうのはね。難しい、うんうん、ということで、まだまだお話をお伺いしたいんですけれども、うん、今回はパンチ佐藤さんと山崎武さんにプロ野球選手としてのお互いの印象について語っていただきました、はい、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。
そしてこういうお話が聞きたいなどありましたらコメント欄の方にぜひお書きください。お待ちしております。お二人本日はどうもありがとうございました。